兵庫県神戸市。その神戸の中でも閑静な住宅地の一つ、灘区篠原本町。4月27日、ここにある山口組本家で日本最大の広域暴力団山口組の定例会が開かれようとしていた。この日全国から集まった組関係者はおよそ80団体約1000人。山口組の直系組長とその配下の組員たちである。この日の定例会は各方面から注目を集めていた。キャデラックが来ましたね。非常にもうこの80数団体の親分方、まあ、ベンツがお好きなようですね。もうほとんど、560の SEL という車ですね。これが多いですね。この人は警察の人で、全部車のナンバーとかなんかを全部チェックしてますね。午後1時、この日の定例会で4年4ヶ月空席だった5代目が正式決定されることになっていた。今新しい山口組が動き出そうとしている。山口組の跡目争いを発端とする山口組と一和会の抗争は、昭和60年1月、4代目山口組竹中正久組長が射殺されたことで泥沼へと突入した。この抗争は一般市民の不安をよそに全国的に拡大、文字通り血を血で洗う全面戦争となった。その犠牲者は分かっているだけでも死者25名、負傷者70名以上。そして今年3月30日、山口組本家。東灘警察に3月19日、一和会の解散と自らの引退を届け出た元一和会山本博史会長が、この日山口組本家に出向き正式に謝罪したことで抗争に終止符が打たれた。今1時半、約30分間でこれで定例会が終わったみたいです。4年間ブランクがあった山口組5代目に渡辺義則若頭が就任するということが決まったと思います。4月27日、山口組の5代目が正式に決まった。渡辺義則組長。本家での定例会の決定事項は、その日のうちに傘下の組に一気に伝えられていく。ここは山口組直系、2代目南波安組。神戸の本家定例会に出席した小林治組長が帰ってきた。大阪府堺市に本部を構えるこの組は構成員およそ500人、山口組直系の中でも武闘派といわれる組の一つである。抗争終結と5代目決定という節目の中で、カメラは山口組直系組織に入った。未だ知られざるその内部、彼らの日常は果たしていかなるものか。ただいまより4月の集会を行います。出席を取ります。小屋さん、はい、田中、はい、佐々木、はい、松井、はい、石田、大丈夫です。今後出たぞ。
あと山口組5代目渡辺の頭です。決定しました。それだけです。ちょっと前のことで山口組本家の定例会が終わっておよそ2時間後、難波安組の集会が始まった。本家での決定事項を通達した後は1ヶ月の会計報告が読み上げられた。そのため撮影は中断。この後集会は30分で終了した。5月4日ゴールデンウィーク真っ只中のこの日、難波安組は早朝から組員の出入りが激しかった。1階の駐車場には紅白の幕が張られた。午前5時前である。この日は組の幹部が刑務所から出所してくる日であった。組から大阪刑務所までは車で15分。午前5時半、大阪刑務所の正門前には組の関係者およそ20人が集まっていた。この日出所してきたのは若頭、難波安組の実質的なナンバー2である。自らも籠谷組という50人の組員を持つ籠谷武史若頭。大きな組織の幹部クラスの出所は人気のまだ少ない早朝になることが多い。刑務所側の付近の住民への配慮である。中村さん、ダークスーツに白ネクタイ姿の組員が道路に並んで出迎える難波安組総本部。そしてこれから方面祝いといわれる儀式が始まる。5月4日午前6時45分、2代目難波安組総本部には若頭の出所祝いのために続々と人が集まっていた。この世界の慶長事は義理掛けと呼ばれる。義理を書いては生きてはいけない、そこから来たという。この日はおよそ100の組が駆けつけてきた。高志君の方面に際し、南野様には早朝より遠慮のところ多数ご列席くだされ、また多分なるご祝儀をいただき、南部安の兄弟組員になり代わり厚くお礼を申し上げます。僭越ではございますが乾杯の音頭を取らせていただきます。
二代目南波安組若い者の頭川谷武志君の師匠岩井乾杯。はい、式は挨拶と乾杯。その間約10分。この短くも盛大な集まりが終わったのは午前7時だった。その後出所してきたばかりの若頭は自分の家族の待つ家には帰らず、本部から車で30分ほど離れた組長宅に向かった。組長の奥さんに挨拶するためである。この世界では組長の奥さんは姉さんと呼ばれ、元気そうで。おじゃまた頑張って。行きましょう。え？移動しろなってな。うん、いや、もう。まだ向こうで病気せんかった。ちょっと腰が上げまいわ。腰。うん、寝ないじゃん、腰立て。やれやれや、まあもう。な、竹さん、な、帰ってきてくれてね。うん、な、もう。よし、服してやろう、うん。何もないけど、よ、うん。あっちで。この日組長の奥さんは若頭のために手作りの料理を用意して待っていた。それはどうも長い間ご苦労した。よし、元気よかった。そうやな、体がよくないでいいかって。前の時よりもマシやな。前の時はもうな、えらいやりだった。そうそうそう、うん、出てきた時な、やっぱり正直なれやな、うん、なれちゅう前の時はな、ほんまに早かった。翌5月5日総本部のシャッターが開いたのは午前8時30分。ここには下部組織から爪と呼ばれる揃いの服を着た本部詰めの若い衆が5人泊まり込んでいる。15日ごとに交代する彼らはいわば総本部の世話係。玄関には清めの塩。そして神棚。幹部しか立ち入ることのできない部屋で事務長がパソコンに向かってデータを打ち込んでいた。これでか。これはあのこの衆議やってまんね。衆議の一覧表。何に対する衆議？方面ですわ。あの頭の方面の。あ、若頭の方面の。ああ、はい。ということはそのリストをこうパソコンに。そうですわ。またあの返さないといけないんだからね。全部でいくらぐらい？ああ、それは言えまへんな。それは言えまへん。ということは税金かかる。午前10時、昨日出所したばかりの若頭が現れた。おはようございます。おはようございます。大丈夫。
ケーキはどのぐらいだっけ？ケーキは1年10ヶ月。はい。まあ在場というか、まあ、どういう戸間会長取り。はい。保釈なんかあったんですか？保釈金は2000万円ですわ。殺されるより生きて懲役、辛い懲役でも13年15年でもいたら生きて帰ってこれるんやからね、やられる前にやるという主義ですわ。やられたら遅いですよ今の時代は、ね、家の中入ってもたら悪いやから。例えば ね今現代入り口ドアでどこの事務所でも鉄板はめてるんやからね。そうでしたろ、入ってこられへんねんから。モニターテレビついてね、誰が入ってきたらすぐ分かるんやからね、やられたらもう遅いですわ、ね、やられる前にやるっちゅうモットーですわ。生まれ変われるとしたら、はい、もう一度やりますか？生まれ変わるとはまあ坊ちゃんで生まれたいな。坊ちゃん、いやおたくらもかってインタビューに来てやね、こうやって偉い仕事を何時間も働いてこれ帰ったらやっぱりかなり怪しのていかなきゃいけませんやろ。違う、うん、こんな坊ちゃんでもらえたらこんな仕事さんでいいんやん。そうでしたろ、何も考えんと、うん、やっぱり坊ちゃんやね、うん、やっぱりあの総本部の2階にある事務所の中央には大型画面のテレビとともに監視用モニターが見られるようになっている。表通りを中心に数台のテレビカメラが設置されている。この日、ノンフィクション作家郡司貞則が組を訪ねた。これ重いな、随分こんな厚さがある。全部鉄ですね。これここが大体事務所、ここは事務所という言うんですかね、まあ、はい、事務所言うじゃん、オフィス、オフィス、オフィス。はい、これがあの幹部のスコアで、幹部で一番奥にあのブルーの椅子がありますけども、親分の部屋です。あの椅子ですよ。これはもう必ず親分以外座っちゃいけない。座ってあります。で後ろに写真がありますけれども、4代目と3代目、3代目の田岡さんですか？はい、そうです。はい、でこの波紋状、波紋状、除籍通知状とありますが、これはどういう、あのこれからあのこういう人との付き合いをしてくれるんだということです。あ、ということはもうこの書状が回っちゃうと、もうこのこんな書いてある名前の人はもう全部この世界では生きていけない。そうです。こういうことですか？はい、あとここにですね、これは懇親坊と読むんでしょうか？はい、3つ、これあの剣道の竹刀ですか？これ長いのとちょっと短いのとありますけども、これはどういった、またいろいろね、お兄さん、これあの歩いててですね、こういうあの、まあ、廊下っていうんですか、大体人一人がやっと通れるみたいなぐらいですよね。意識してやっぱりあの坂道を作ったんですか？そうです。どうしてですか？あのいろいろとね、はい、あの万が一構造人間で、はいはい、この時に備えて、あの部屋をこちらへと思って。あ、そして3階、それでここにドーンとこの大広間があるんですけど、ね、とこちらであの催し物が行われる。そうです。例えば最近ではどういう催し物が行われたんでしょうか？まああの杯ごとですわね。はははは、これ旗がありますね。ちょっと、これ二代目難波安住と書いてあって、これがあの大門ですね。直参というのはつまり、こちらの親分から難波安組の親分から杯をもろた、もろてる門が約100名です。100名、はい、つまり一番地が濃いという。
そうです方々ですね、この100人というのは、はい、その100人についてる若い人がおるわけですよ。はいはい、服役をしている方も今こちらの組では何人ぐらい。そうですね、約1割50名近く入ってます。今うちで特攻隊長が6年、6年いてますね。どういう役割なんですか、その特攻隊長というのは。その通りですわ、特攻隊長よね。抗争が起こった時にの隊長ですわ。やっぱ自分でもかぶんなきゃいけない、かぶんなきゃっていうか、その最前線に出ていって。そうです。それがこの世界の花形違いますか。あ、花形ですか。大西さんは、子供さんは3人おります。はあ、はい、もうかなり、会社を、長男が会社してます。次男もが喫茶店、で下が女の子ですね。まだ学校行ってます。ここ高校1年ですわ。女の子供さんは私立高校ですか、それとも公立高校ですか。私立です。私立で、やっぱ職業欄とかありますでしょ、そういう、今どういうふうに書いてるんですか。うん、妻がラウンジやってますんでね。妻の職業を書いてますわ。なるほどね。生命保険はね、入れませんねん。入れない。はい。どうしてですか。それは保険会社の方で聞いてください。はい、受付ね。出てくれないと。ええ。二代目難波安組小林組長は月に平均2回はコースに出る。フランスから迎えに来るよ、伊沢ちゃん。まだでか。ゴルフをしないと組長同士の話題についていけないという。そう、ゴルフ場にもボディーガードはついていく。総本部には当番と呼ばれる直参の組員が24時間交代で最低10人はいる決まりである。その当番の世話も詰めと呼ばれる若い衆がしなければならない。はい、どっちからでか。あ、おはようございます。はい、ちょっと待ってください。電話は頻繁にかかってくる。人の出入りも多く、コーヒーは1日100杯から200杯出前を頼む。近所にある3軒のコーヒー店には均等に注文する。これもおじさってや一緒ってできてから使うときだからやりゃいけちゃうもんな。おしぼりが常備されていて、これを1日200本以上使い切る。いや、まあ、えらい。そうですね。本部の食堂、詰めと呼ばれる若い衆の息抜きの場所でもある。これを食べたら、みんな真面目やね。でも厳しいですからね。これ厳しい。みんなやってきたんや。自分の若い人にそれを教えてからかしな。そうですね。みんなようやるんです。経済効果3兆円といわれる関西新国際空港の建設が進む大阪府岸和田市。競輪場でも知られるこの町、ここ数年組事務所が増えている。その岸和田市に二代目難波安組の出城ともいえる林組本部があった。
ここが本部ですね。組長がですね、一番若い37歳の組長という、その、南波安組の中では最年少の組です。林隆二組長は組を構えて10年、今年3月南波安組の小林組長とこの世界でいう親子の杯を交わしたばかりである。30人を束ねる親分である林さんは、30人食わせるにはですね、大体1年間どのぐらいの、その食いぶちっていうか必要なんですか。まあ、それはノーコメントです。それはノーコメントです。あ、でもやっぱり餓死するわけにいかないですよね。いや、それはやっぱり若い人はね、自分でやっぱりしのぎして食っていくからね、しのぎができるような状況を作ってあげるっていうことなんですか。その辺は、うん、いろんな面でね、僕自身もね、苦労してきたからね、その苦労を教えてあるわけですよ。あ、苦労を、うん、やっぱり若い人がおって親分やからね。そうやね、やっぱり、まあ、男が男を惚れる、という感じですか。ただ男が男をやっぱ惚れれば組は大きくなりますか。そう違いますか。この世界では杯ごとといわれる儀式が大事にされる。これは南波安組が最も新しい杯ごとを記録したものである。 BGM もついている。最近は杯ごとをビデオで撮って参列した関係者に配ることが流行りだという。二代目南波安組兄弟縁組杯を取り行わさせていただきます。杯ごとを司る媒酌人は独特の作法で進行役を務めていく。この日、林隆二組長は小林組長と親子の杯を交わしていた。おめでとうございます。おめでとうございます。大阪の日本橋っていうところで、通称履物通りと、いろんななんか履物屋さんがあるんですけども、その一角の南波安組の傘下にある米岡工業という組を訪ねています。どうもこんにちは。どうもこんにちは。どうも。お願いします。大丈夫だよな。小林さんとのこのご関係といいますか、小林組長です。僕は家庭ですわ。僕は弟分です。どうもありがとうございます。もう随分お長いんですか。いえいえ、来ることませんまだ1年半ぐらいです。あ、そうなんですか。はい、まあ、アウトローを言うのはね、やっぱり喧嘩に負けたしまいですよ。基本的には、理屈じゃないからね。戦闘力ありますよ、山口組は昔から、それがやっぱり一番魅力。あ、基本ですわな。基本ですか。ってことは何かやられたらやり返すという。あ、そらやりましたよ、今までの実例が。全部はそうですわな。山口組いうのは戦闘集団やからね。それを今もうあやかあやか言われるまでもなく戦闘集団ですわ。あ、食い物ね。長い懲役もね、十何年も行ったけど、全然食いありませんな。自分のしたことやから。ヤクザってのは何なんですかね。ヤクザ言うたら、まあ排気ガスだね。しかしその車にはガソリンが必要やと。しかしそのガソリン使うて走らせたら排気ガスは出ると。
ね、どこまで行ったかって、それの繰り返しでしたね。ここ米岡工業は組員30人を抱えており、事務所はマンションの7階。その部屋の窓からは大阪ミナミの繁華街が見える。この部屋には部屋住みと呼ばれる若い衆3人がいつも寝泊まりする。こちらへ来てどのぐらいになるんですか？ここは11月に来ましたんで。あ、じゃあまだ5ヶ月。5ヶ月ぐらい。はい、そうです。あ、なるほどね。正直にみんなにした目したよ。はい、部屋にあった彼の愛読書は、暴力団壊滅せず、柳川組の戦闘、新大阪極楽極道戦争。はい、でこの中、これがやっぱりあれですね、異色ですね。新六法、法律もやっぱりね、勉強しとかんと。はあ、こんな事件はどれぐらいかなとか。ああ、なるほどね、はい、その判例。はい、そうです。はあ、どういうことしたらどうなるっていうことをやっぱりきっちり。はい、はあ、だいたい暗記してますか？もう覚えましたか？いや、そんなです。うーん、何倍だと思う？ああ、今どっち向いて入ってまんの？日本を向いて。そうでか、花こっち帰ってきまんねんな。総本部では組長付きの幹部と連絡を取り合い、いつも組長の行動を把握している。事務所に帰ってくる際にも、到着前には必ず車から連絡が入る。山口組の5代目が決まったこの時期、小林組長をはじめ幹部の出入りはいつにも増して多いという。この時も他の組の祝い事に出ての帰りである。何か言いないか？待っとってもらえるか。もしもし、あ、事務所やけど。ナンバーやすの、あのホット一つ持ってきて。いや、4枚。あ、いったら5枚ほど持ってきて。うん、で、あのええー、コップ入れてもなあかんで、熱いにしてな。自分とここう祈るわ。うん、で熱いにしてな。親分のやつやから、ええー、コップ入れてもらおうや。失礼します。うん、はい、午後9時過ぎ、下部組織から来ている爪と呼ばれる若い衆が夕飯の買い出しに出かけていく。何枚だ？1万円ぐらい。1万ちょっと。そのお金は自腹ですか？いや、え、食事は食費だよ。当番の幹部組員の食事の世話も爪の仕事。ちょうどこの前よりちょっと甘やってくれるか？甘くてか？ああ、お前の食いやわで、詐欺。え、久保、お前さえ食えろ、後で残りまで食うわ。しかし先輩を前にして食べるわけにはいかない。テレビ映ってお前借金取れようと来んじゃうか。歴然とした縦社会である。あ、漬物くれや。組長、帰んねえ。この日午後10時過ぎ、小林組長は総本部を後にした。
頭でか、10時半ぐらいにもう帰りましたけど。帰らんの。帰らんの。あ、ちょっと待って、何番か。用事できて。若い衆の一日の仕事も終わろうとしていた。いやもうな。でまあ12時になって一泊したらもうとりあえずもうリラックス。そうだね。あ、なんですかそれはビデオ。ジミーなんか。ジミーなんかだって。え？しかし当番と呼ばれる組員は24時間体制。その中には必ず一人幹部がいる。どこで何が起きるかわからない。交代で仮眠しながら電話番に当たる。電話は二度ベルが鳴り終わる前に必ず出ることになっている。懲役歴、うん、どのぐらい。そうですな、12年、13年ぐらいになるかな。で全部それはね、13年から入ってますやろね、そうですね。題名殺人未遂に 何やった。殺人未遂と競技準備障害。そういうことですね。構造事件のね、構造事件のそのあれで人を集めた岩瀬とかいうような、競技準備障害、うん、結集罪ですわ。結集罪です。若い人を集めて、それ何年ぐらい。俺が同じやから、あの事件で入って、あの時兄弟が半年あれな、助かった言って、それから午後にまたやったやろ、うん、だからそのから午後が43年以後やな。放送事件ばっかりですわ。何だよ、放送44、45年頃の事件ですわ。それで南波康文壊滅作戦立てられたわけです。あんまり悪いことばっかりするから。それが最後に逮捕されて、それで保釈ももう出してもらえんと。だから大方はもう10年遅行ね、それまでたら服役したことになるわけだ。その前に殺人未遂で3年半、やっぱ13、4年いってますわね、やっぱし全部で。その間姉が一人ね、姉さんが奥さんが頑張って組をね散らんようにまとめて待っとったと。やっぱり組長の姉さんということは公務にとってはお母さんですよね。家族構成で言えばね、普通の、でお父さんですわね。で舎弟というのは弟ですわ、普通おじさんですわね、普通の家族構成で言えばね。だからお母さんが、お父さんおらん時お母さん頑張りますやろ。普通の家庭でもお父さんが入院してる間はお母さんがパートで働いたりいろいろね、まあ普通の社会ではね。その片桐さんでね、会社勤めて家一軒建てようと思ったらちょっとパタンってね、役立ちとったら何か一発パチッと。でもそれだけこう危険を背負うんですよね。うん、それは運のええ、頭の切れるやつと運のええやつはトントン拍子にそういうことになるような。運の悪いもんは些細なことで捕まる、事件になる。うん、女やもんはそんな事件ならん。おれ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 。この日組本部にベンツの新車がやってきた。これ黒だよ。これ黒だよ。真っ黒じゃん。これ今一番流行りの色ですね。中はもう、あ、これはビデオですわ。あ、ビデオな。テレビのビデオ。うん。フィルムやらねえなったら、今度はカーテンになった。え？知られざるヤクザの日常。山口組直系組織の一つ、二代目難波安組。構成員約500人、うち1割が服役中という。ここに自転車の似合うヤクザがいる。義信会会長津村一馬、
関西ヤクザの長老の一人である。それはなんて司法同席。はい、司法同席。紙紐がないということですよ。これやっぱりいろんな親分さんが来はるよってね。この津村会長は今までに手掛けた杯ごとで1万4000人を売借しているという。今回山口組本家で行われる大掛かりな杯ごとでもこの人物が売借人を務めることになっていた。5月18日五代目山口組杯ごとの日である。左側に見えるところが、これが山口組の本家の正面玄関ですね。それでここの前にですね、これ超一等地、そうですね、これ上から見るとですね、多分これ250坪から300坪ぐらいあると思いますね。そこが誰もいないと。どうしてかなと思って見るとですね、実はこういう看板があるんです。真っ赤な字で暴力団追放と。どういう理由で、ここがこうなってるのか分かりませんけれども、多分やはり何らかの関係があるんでしょうね。この日山口組本家の正面玄関に横付けされたのは津村会長の車だけ。あとは山口組の5代目となった渡辺義則組長以下全員が裏門から中へと入った。この日の杯ごとは山口組直系の組長らが渡辺義則五代目との間で兄弟分親子の杯を交わすというものであった。これによって山口組は渡辺五代目体制へと移行したのである。犯罪白書によると昭和62年末現在全国の暴力団は3201団体、構成員86,287人とされる。今まで数多くの売借人を務めたという津村会長は現代のヤクザをどう捉えているのだろうか。任侠道と言ってね、その道ということを名乗る限りね、いかにその性質がガサツであろうともね、少なくともやっぱりなるほどというその、いわゆる一般の社会の人からね、うなずいてもらえるだけのね、精神的な面がそのあって私は当たり前と思ってます。だけどそれがそのないんですな。真摯なその気持ちでね、ヤクザ都政をしている人ならばね、己のその子分にね、死んでこいやとかね、殺してこいちゃうこともね、言うことはないんですよ。これは本当の親が自分の子供にどういうこと言いますか。したがってそれを言うということになればね、これはその人自体が嘘やということになるでしょ。しかしね、ヤクザの社会というものは本当にその精神的な面のつながりやから、親分が行けってなこと言わんでもね、子分の方からその時のその親分のやっぱり修行というものを察してですね、自分から自発的に行くというのなら、これは話は別です。いわゆる世間さんからね、暴力団と言われても致し方ない、実情にあることは間違いありません。とりゃ暴力団について当局は犯罪白書でこう指摘する。暴力追放の幅広い国民世論と厳しい取り締まりにもかかわらず、暴力団は依然として根強くその勢力を維持